よろしく。毎度どうも。死なれると足も困りますんでね。よし、イカれた考えがひらめいた。ムーンショットキャノンに向かおう。続け。ムーンショットキャノンですか。要するに月面に物資をぶち込むためのでっかい大砲だ。発射速度は時速数千キロ。そいつの射出コンテナに乗り込んで脱出する。それって死にません？さあな。でもこんな死に方なかなかできないぞ。ムーンショットに着いた。取り囲め。なんでジャックを狙っているかは知らなかったの？金、あるいは復讐か。とはいえ、ここでは殺すのに理由はいらない。浄化の炎に焼かれろ。あの男を殺すか。ザーピドンのために。こんちくしょうめ。ロストレジオンのために。火炎野郎を殺せ。この攻撃を受けてる。Yeah.
まったく本当に火の好きなやつだな。エレベーターはあいつだ。なんか面白そうだ。ああ、俺たちの時はバスから降りたってだけだったのに、スケールが違うぜ。ちょっと捕虜をおどけないで。ムーンショットへはここから行ける。エレベーターを呼ぼう。クソ、エレベーターが上で何かに詰まってる。なんとかしなければ。思いつきだが、俺は積載ターミナルを操作する。足元に気をつけろ。落ちたらただじゃすまん。全力で落下しを回避してみせろ。よし、ムーンショットシリンダーに入って登場しろ。砲弾の内部に侵入しました。待て、シリンダーを回転させよう。上まで着いたか。ならエレベーターを下まで下ろしてくれるか。そっちは順調か。ぎっちりハマってるな。だが大したことはない。痛みなど感じないからな。そいつをぶち外せ。役立たずのローダーどもだ。ダールにやすやすとやられたのも当然だ。もっと兵士が必要だ。君のような強者がな。やったぞ。あとはムーンショットコンテナに乗り込む。ハイペリオンの強欲は断じて。の前にこいつらを片付けよう。行きますよ。君には二度も救われたな。よし、これでテクソン。自動発射装置が壊れてる。誰かが残って手動で発射しないといけないぞ。クラップトラップを指名したいところだが、エルピスにいてこの場所を救う方法を探してもらいたい。こいつに頼っちまった。多分ご期待に添えると思います。分かった、こうしよう。俺が残る。そっちは月面に降りてジャミング信号の出所を見つけ止めるんだ。さもないと月面基地を掌握できないし、ボルト探しもできん。本気ですか、ジャック。ボル人形のようになるかもしれませんよ。まあ君には命を救われてるからな。今度は俺の番だ。それに俺は英雄だからな。自己犠牲も仕事のうちだ。なあ、ライフマシンか。俺が設置させたものだ。作業員が事故でその胴体をなくしてしまってな。月へ向かう前に回復しておくといい。それから弾薬も補充しておけ。物資はこっちにある。ムーンショットコンテナをここへ持ってきたまえ。普段なら物資を積むが、今回は君が貨物だ。よし、このコンテナを使えばいいはずだ。コンテナの準備ができたぞ。中に入れ。どうしましょう。今とても不安を感じています。ジャミング信号を止めた後でまた会おう。急げ、エルピスでジャミング信号の発信源を見つけるんだ。よし、コンテナを閉めるぞ。手足に気をつける。
発射チャンバーに君を装填した。でかい音がするぞ。楽しみだな。ジャックが彼を殺したあのハンサムジャックが残って脱出させてくれたってわけ。おい、マジかよ。彼の判断が自己犠牲に基づくのか、純粋に戦略的なものだったのかは分からない。だがジャックが残らなかったら私もヘリオスで死んでいた。話を聞いてるとハンサムジャックがいいやつみてえじゃねえか。気に入らねえ。よし、発射準備はいいぞ。いつでも行ける。エルフィスで一番大きな町コンコーディアまで飛ばしてやるからな。ジャミング信号の何かを知っていそうな人間がいる。いたぞ、撃て。クソ、しないところね。大丈夫？答えを言っちゃうとあんた酸素がいらないから今のところは大丈夫なのよね。でもここには襲ってくるものがいくらでもいるからね。だからこうしようよ。準備ができたらドアを開けて私に続いて酸素バブルまで行くの。いい？答えなくていいから。イエスっていうのは分かってるし。Mm-hmm.